トレーシングペーパーとストリングライトを使う光の形パーツ編です。基本の技を覚えていろいろなパーツを作りましょう。基本1は折る方法です。三角形の長い辺から折っていきます。1回折るごとに裏返します。端まで折ったら真ん中で折ります。三角形の頂点を引き出し、周りの折り目を伸ばします。鳥が羽を広げたような形になります。内側にボンドを少しつけて貼り合わせ、形を整えると木の葉のような形になります。四角形や丸の形を折っても面白い形になります。ストローにつける場合は裏からセロテープで貼りましょう。基本には切る方法です。半分に折ったら輪になっている方から細かく切り込みを入れていきます。ハサミを下から指で支えるとぐらつかず切りやすくなります。折る方向や切り込みの深さで違った感じのパーツができます。切ったものを少しずらして貼ると丸みが出ます。ストローに巻きつけると花のようになります。斜めに巻きつけるとトウモロコシのような感じになります。三角形の紙で作ると切り込みの深さが変わっていき、曲げると動きのある模様ができます。トレーシングペーパー同士を貼るときはボンドを使い、ストローに貼るときはセロテープを使ってください。基本3は曲げる方法です。紙を渦巻き模様に切って巻き腹を作ってみましょう。慣れるまでは型紙を写して切りましょう。外側から楊枝などに巻きつけていきます。真ん中まで巻いたら、ボンドをたっぷりつけて貼り付けます。乾くのに時間がかかるので、他のパーツにくっつかないように広げて乾かしましょう。切り取った周りの部分も適当に切って、端をハサミなどでしごくと、くるっと曲がって可愛いパーツができます。バラの周りに貼るとこんな感じになります。どのパーツを使っても、素敵な光の形ができます。いくつか試してみて、気に入ったパーツをたくさん作っておきましょう。